目指せ8ラスト。皆様こんにちは、エアリースタジオのナシームです。いつもこのエアリースタジオチャンネルご覧いただきありがとうございます。やっと来ました。ついに今日がアハラムの最後の日です。はあ、なんかすごい道のりが長かったような感じがするんですけれども、皆さんついてきてますか？やっと最終のリズムまで来ました。6分以上ある曲を私が4分40秒に編集したんです。で、まず第1、マル夫婦でベールで登場しました。マル、次の2番目はマクスルですね。マクスルになったのでベールを捨てて、あの素手で踊ってるんですね。で、そのマクスルと一緒にセットになってサイリーというリズムがありました。ちょっと曲調が変わって大人っぽい感じになったんですね。その後、本当は間奏ともう一個サイリーが入ってるんですけれども、そこは私の方でカットしてあります。次、4つ目はマクスームサリアですね。あのパランキとちょっと、ね、似てるんですけれども、ちょっと太鼓の叩く場所が違うので、こちらはマックスのサリアとなっています。2拍子ですね。で、ここのところでこのツイストが入ったり、軽い感じの音になっております。で、その2拍子が終わったらドーンと下がって8拍子になりました。で、ここのリズムちょっとわからないよっていう話もしましたけれども、わからないリズムもあるんだっていうことを理解していただけたかなと思います。で、次ですね、その8拍子が終わった後に10拍子の美しいメロディー、モアさんをベースにした動きをしたこのサマーイサキールというまたサイリーが来ました。なんですが、今回のそのサイリーは水回りが入っているので、サイリーっぽい動きも入ってるよって話を展開しました。今回はちょっと感想があって、ここはリズムないんですけれども、その後に最後のマルフーフっていうリズムが入っています。メジャンセは最初のリズムと最後のリズムが結構一緒になっていることが王道な感じです。メロディーも同じなんですね。うん、それがなんかあのザ・メジャンセっていう感じなんですね。で、そうじゃないメジャンセもありますのでお気をつけください。で、今回はその一番王道なね、このね、アハラムっていう曲を使ってるんですけれども、4分40秒に私が編集しました。まあ、曲がね、気になる方はぜひお問い合わせください。このチャンネルはベリーダンスを始めたい方、始めた方、経験者の方、最近ではなんか先生クラスの方もね、見てくださってるみたいですごく嬉しいです。で、そういうね、まだ始めたばっかりの方のための一応チャンネルとなっております。私は40歳からベリーダンスを始めて、4年でこのベリーダンス教室エアリースタジオを立ち上げました。現在5つのスタジオを運営していて、8年目になるんですけれども、この8年間生徒さんに教えたこととか感じたことをこの動画で配信しております。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。高評価ボタンもお願いいたします。ではラスト頑張って。ではレッスン開始いたします。前回はサイリーの部分で終わりました。フィギュアエイドゆっくりやって、早いのやって、ステップタッチを1、2、3、4回やっています。ね、今ね、このレッグウォーマー入ってる方の重心になっております。横にヒップアタックします。ヒップアタックして閉じて、ロールアップしてショルダー締め。今度は反対側のヒップをヒップアタックして、足を揃えてからロールアップして、そしてショルダー締め。このショルダー締めが2回つまらないなと思ったら、足締めとかに変えても大丈夫です。今回は両方同じにします。タン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 タララン、タン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 タララン。次マイヤーいきますね。マイヤーマイヤーマイヤー3回やったら、次はちょっと早め、1、2、1、2、3、4、5、6、7、8、そしてターンします。ここはね、ちょっとリズムがないところになっておりますので、サイリーと次のリズムの間となっております。ターンをした後ですね、2拍子のマルフーフになっていきます。マルフーフはこのリズムですね。で、このリズムが入ってくるので、このレッグオーバー入ってない方の足からシャッセを4回前に進んでいきます。1、2、3、4回。ステージの大きさにもよるんですけれども、あの広い時はもう思いっきり前まで行ってもいいですし、狭い時はこの自分の周りをね、こう回ってもいいです。リズムでやっていきたいと思います。
ドンスタスタ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 409をやったら次ターンします。レッグウォーマーは履いてない方からターンしますね。ターンをして反対の腰をツイスト。今度は反対側にターンをして、ターンをしてない方の腰をツイストアップします。これでワイエンドなので、さっきのシャッセとこれを入れてツーエンドですね。1、2、3、4、5、6、7、8 1、2、3、4、5、6、7、8。手を1、2広げて顎を上げます。この時ね、首の後ろがシワにならないように気をつけてください。顎を上に上げるような感じで、首筋は伸ばしておいてください。危ないのでね、伸ばしておきます。足をぐっと上に上げたら、ターンをします。ダブルロックで、タク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 と後ろに戻って元の位置に戻ってきます。アラベスク、トントン。アラベスク、トントン。フィギュアへとツイスト、フィギュアへとツイスト。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。リバースマイヤー2回します。1、2、3、4、前に1、2、3、4、5、6、そして後ろを振り返って最後ポーズで終わりです。でしたでしょうか。これで1曲仕上がりました。いやー、思ったより長かったかなって思いますね、なんですけれども、まあ一つ一つね丁寧にやっていきたいなっていうのがあったので、まあこれだけちょっと時間はかかりましたけれども、皆様のおかげで1曲仕上がることができました。これね、ぜひ踊ってほしいなって思います。これのポイントについてちょっとお話ししていきたいなって思います。このメジャンセをどうやったらうまく綺麗に見せて踊れるかっていうポイントをね、教えていきたいと思います。
まずはこの振り付けをしっかり覚えてください。そしてその後にその次回やるそのポイントを見て、ああなるほどって思うところがねたくさんあると思うんですね。そちらも見ていただきたいなと思います。ということで、長かったメジャーアンセムの振り付けが本日終わりました。この部分がちょっとわからないなとか、そういうのがあればコメント欄にお答えしていきたいと思いますので書いてください。お疲れ様でした。